どうもタクトです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はフィールディングの練習動画を公開していきたいと思います。皆さん寒くなってきましたが、体調管理気をつけながら野球の練習励んでほしいと思います。今日は二塁手のいろんなスキルと練習方法を解説紹介します。まずはベースカバーですね。二塁手のベースカバーの練習、これは左足でタッチと右足でタッチの両方を練習します。これが左足タッチですね。左足タッチしてベースから離れる。そして右足タッチですね。右足でタッチして軸足を引いてスローイング姿勢を作る。両足で練習しておくことで、いろんなタイミングでベースカバーに入ることができるようになります。あと足の動きだけではなくて、握り替えのタイミングもしっかり合わせて行うことが大切ですね。握り替えの仕方も送球によっていろいろなバリエーションを練習します。これは両手での捕球と片手での捕球、そこから右手にボールを持ち帰る練習ですね。で今度は走りながら、ベースタッチをしていきます。同じく左足タッチと右足タッチ両方行っていきます。それからオンタイムスローイングと同時にベースを踏む練習もします。次にターン2ゲッツーの二塁送球ですね。正面の打球ベーシックの送球姿勢、それから横の打球を取ってのこれターンですね。これ正面に入って捕球する方法もあるんですが、そうすると体を切り返さなきゃいけないので、それよりも横で取ってターンするという感じですね。これがジャンプ1、2塁間の打球を走りながら捕球して、そのままブレーキをかけずに飛び上がって2塁方向へ体を向ける。メジャーリーグとかではよく見かけるアクロバティックなプレーですが、これも基礎的な動きとしてこうやって反復して練習できるといいですね。それからバックトス、これは本当は捕球と同時に背中を2塁ベースに向けて、で後ろに向かってトスするというような形ですね。これも正面に入る捕球方法もあるんですが、正面に入って左足の前で捕球してしまうと、そこからまた体を反転させてスローイングしなければいけないので動作が大きくなってしまう。なので体を右側で捕球してバックトスをしていきます。最後にベース寄りの打球をグラブトスですね。これちょっと苦戦してましたね。ハンドリング操作が上手じゃないとトスのコントロールができません。はい、同じ動作ですが今度はスローイングですね。さっきは捕球からスローイング姿勢を作るまでの練習で、次は自分でボールを持ったところから今度は動作を行ってスローイングする方の練習になりますね。これをやった後に最終的にノックを取りながら、その応用の中で、送球姿勢を作っていくっていう形が取れるといいかなと思います。最後にショートストップに入ってのノックを行いました。非常にハンドリング操作からステップワーク、送球姿勢を作るまでの流れがスムーズになってきましたね。非常にいい動きをするようになってきたと思います。見てほしいのは動きの中でもメリハリですね。打球を追いかけていってそのままの流れでボールを取るのではなくて、しっかり捕球姿勢を作れています。取る瞬間のグローブの動きであったり、頭を低くするような動作であったり、こういうところがしっかり捕球する瞬間に現れているのがいい例ですね。特にここ芝生で下がデコボコしてるので、バウンドの対応とかいい練習になったんじゃないかなと思います。次はバッティングです。彼は右投げ左打ちということもあって、利き腕が右手なので、このトップハンド側左手ですね、こっちの操作がちょっと一つ課題ですね。トップハンドの押し込みが少し弱くて、ヘッドが下がりすぎてしまう傾向があるので、もう重点的にトップハンドのみこの日は練習しましたね。とてもタフだったと思います。この辺りは低めのボールのつかみ方ですね。なんとなく動画を見ながらイメージしてもらえればと思います。はい、ひたすらトップハンドのヒッティング練習をしていきます。今ぐらいフロント部分でヘッドが上がっていればいいですね。これがちょっと下がりすぎですね、やっぱり。はい、最後両手で、でもトップハンドの形を意識しながらヒッティング練習をしていきます。ここら辺はストップヒッティングですね。インパクトでバチッと止めていく形。ここら辺がやっぱりトップハンド側が弱いと、ヘッドが出てこなかったり、ヘッドが寝ながら出てきたりしてしまうので、そこら辺の改善が必要ですね。後半はすごく良くなりました。お疲れ様でした。